昨年とその前もご縁ありまして、出させていただいたんですが、今年もこうやって皆さんとお会いできてとても嬉しく思っております。イエーイ。今聴いていただいたのは時の来ればさようならというオリジナル曲でした。次もオリジナル曲をやります。リトルミスムーン。始まる。
に名古屋のライブ&ラウジリオさんもあって、他のアーティストさんと一緒に、ライブに参加させていただきます。あと9月15日にバーテイクさんで仙台の方でライブがあります。それから10月14日が、石巻のラストラーダさんで、プロの方の鍋地さんという方と妖艶さんという方の、ライブのオープニングアクトをさせていただくことになりました。これから の活動も随時ツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムでお伝えしたいと思いますので、興味のある方はサメに爪って書いて私たちが出てくるので、ぜひ聴いてみてください。あと、無料 CD、 自主制作の CD が何種類かあるので、受付の方にご厚意で置かせていただきました。もし興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひお手に取ってみてください。はい、次はカバー曲を2曲やりたいと思います。最初はローリングストーンズのハッピーという曲をやります。